はい、いきますよ次の話題はこちらです。ドンアドバイスという病。何ですか、これ、福手さん。これも奥野さんじゃないですか。これは、あのですね、あのよく、まあ、どういうコミュニティでもあるんですけども、ついついアドバイスしちゃうときってあるでしょう、まあ。なんか悩みとかが、なんかそういうね、こんなちょっとした悩みなんだけど、いや、これ、こうした方がいいと思うな、いや、いやそ,の意見その方法じゃだめだよとかって、ついついアドバイスしてしまうやつがいると。 で、それをそのアドバイスモンスターと、うん、呼ぶんだアドバイスモンスターいるよね、うん、アドバイスモンスター。うん、で、これは多かれ少なかれ私たち全員のうちに潜んでいるというところで、うん、なぜアドバイスしたくなるかっていう記事なんですけどね、その認知バイアスにかかっててみたいな、うん、まあここちょっと難しいんで飛ばすとですね、とにかくその自分。 の方が正しいと思ってる。自分の方がいい意見を持ってる。相手のためになる。そう、という思い込みで、怖い、怖い。やっちゃうっていう。やっちゃうね。怖いね。一番嫌われるやつなんですよね、多分。よくやりますよ、俺なんかね。いや、みんなやるでしょ。いや、これさ、中学生からやってるよね、みんなね。やってる、やってる、やってる。中学生の時にすでにアドバイスモンスターいたよね。そこは一言言いたいみたいですね。 いやあ、それも知ってるんだけどな、けどその先の話してんだけどなっていう時も多いんだよな。うんうん、こういうトラブルを防ぐためには、まあそのアドバイスしたくなった時に、うん、あいかん、俺アドバイスしたがってるっていう自覚。大事メ<で> <laughs> タにして抑え込めと。でもう一個が、そのアドバイスをわざわざ余計なお世話をさ、うん、受けた側の気持ちにもなってみるみたいな。 ですけどそのアドバイスじゃなくてコーチングを心がけようと最後にこのね、あのーまあ、心理学者というか、えー、の方がおっしゃってああしろこうしろじゃなくてどうしたいのっていうねの君は何をしたいのかっていうこれ結構礼二さん言いますよねああ俺はだから途中で気がついたんだよな <laughs> 気がつきましたか <laughs> <laughs> ダめだ言っちゃうと思って <laughs> 聞けばいいんだっていうそれは絶望に聞く薬のインタビューで分かってきたねあだからまあ俺モンスターにならないようにしなきゃって思って っていうさ、それまで危ないっすよ。ねえ、危ない、もう本当にもう大学の頃の俺,に俺を殴りたいもんだって。モンスター、モンスター、アドバイス,モンスター。いやいや、もう本当、後輩に恋愛のなんかいろいろなテクニックとか教えたがるじゃん。そういうさ、<laughs> バカな先輩いるじゃん。<laughs> 俺,俺、俺。本当、ごめんね、たまびろみんな。本 <laughs> 当にさ、お前そんなの、<laughs> ビーバージンやってたから、俺。それ,満あれを案件 <laughs> でやってたんですか何件でやって、どうすんだってな。<laughs> まあでもそうだって。 同じ、だから病なんで、俺とアッコ、そういう意味で。あの、その、オタクの中で、その恋愛どうしたらいいんでしょうっていう人見つけてば、余計なお世話をするんだよ。それがクラゲ姫って漫画でしょ、あれ。あれ、アドバイスモンスターだね。あれ、アドバイスモンスターだよ。だってアッコそうじゃん。余計なお世話だよ、よく考えたらね。そうなの。の。こと楽しんでやってんのにさ。そうなの。で、あれはアドバイスされるより、 されする方が気持ちいいっていうのが証明されてますから。なるほど。ようって話ですよね。藤井さんはあんましないよなアドバイスね。いや、だってさ、怖いんだよ。怖くないの、うん、やりたいときはやるけど、アドバイスするときって、うん、俺らもやられてきて、こいつ分かってねえなとか、そこじゃないんだよな、ちょっとピントずれてんな、古いなとか、いろいろと思われるぐらいだったら何も喋らない。なこれどうなんですかってん、うん。聞かれたら言うっていう感じ。ああ。 聞かれたらそうそうたまにね、クズがね、なんか全然話に興味ないときあるんだよね。うん、<laughs> どういうことよ <laughs> いや俺は別に、なんて本当に興味ないんだけど、うん、クズはなんかその、うん、すーっとなんかこの、最近そう、最近ね、ズーム画面だからね、全員の顔見えてるから面白いんだよ。今どれくらい離れてるっていうのが表情で分かっちゃうからさ。<laughs> この間のね、ヨル <laughs> んンさんもそうだったよね、面白かった。 面白かったですね顔で損してますよね。顔で損するよね。お前もそ,うだよもそうかもな。ふぜ、うん、もなんかただ吸って聞いていろいろ考えてるだけなのに何ぼーっとしてんだよみたいに言われるでしょ。言われる,言われる、うん 真剣に考えてるときほど口が開いて、お前、めっちゃピカマウスになって、ゆっくりと漂い始めるからさ、そうそうそうむっちゃ真剣に考えてるときほど怒ってんのって言われたりするから、いや、真面目に聞いてるだけなんやけどなって思います、ねね、だからずず、このズームになってから、こんなに自分の顔と他人の顔、まざまざと見続けたことなかったんですよね。な世界中が今する そうそうそう。ねえ何なんだろうこれね。いや平等でよくない同じ大きさとか。なんか話してないやつの画面も同じっていうさなんて民主的なって思うよねこれ。そうなんですよね。しる人だけどんどんでっかくしていってくれたらいいのにな。そう思うけどね。なるほどね。これからそういうふうになってくんじゃないかなとも思うけどね。